文房具を紹介します。まずは西牟田で買った文房具とこの子たち。はい、じゃあ分けます。はい、私がこれだったよ。違うよ、こっちだよ。あ、私はリラックマだったよ。違う、さっきこの色だよ。あ、そうなの。私がリラックマだったよ。はい、ミルクオレンジ、ミルクパープル、ミルクブルー。パープルなの。リッチャー完全的にこれだよ。では、まず紹介します。私だけ。おにぃいやーリラックマのマスコット付きボールペンです。あ、ボールペンだった。シャープペン、誰かはシャープペンだよ。あ、あれシャープペンだ。ボールペンだよ。あ、でボールペン全部シャープペンだと思ってた。せっちゃんのもシャープペン。あ、せっちゃんシャープペンだ。りっちゃんのはやった、ボールペンだ。あ、でシャープペンよりもボールペンの方が好き。そうなの。シャープペンの方がスッ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 って書きやすい。全部シャープペンだと思って買った。あ、そうなんだ。で次、つパステルカラーのボールペン。サラサのボールペン。そう、これはミルキーペンで、黒い紙とか買って書いたら可愛いかなと思って、ふんわり気分なミルキーカラー買って。今黒い紙がない。近づいて近づいて。あ、黒い画用紙持ってるよ。買いました。で次はこれはね、多分ねママがね見つけて、ママが選んだ、はい、筆箱のに、筆箱に新学期どうぞ。はい、では開けます。いいよ、もしっちゃん。あ、リラックマ。あ、かわいい。あ、宇宙だ。見して見して。宇宙っぽい。ママが熊沢書店で見つけて。あ、熊沢書店なの。あ、そう。買いました。あ、そのこれは、うん、これはなんだっけ。カフェ系。カフェ系の鉛筆。で、あとはリラックマの鉛筆新学期用を買いました。そうそう、そういえばさ、カフェ系のさ文房具紹介したじゃん。あのデータがなくなってしまったので、また取り直します。じゃーん。なんだと。使わないで、あの筆箱とか。のやつがデータがなくなってしまったので、また取ります。この文房具は名前を貼ってあげるので、新学期学校に持ってって使ってね。そうそう、筆箱もリニューアルします。え、変えるって意味。そうそうそう、筆箱も変える。そうそう、もう私も決めた。うん、今度イオンに買いに行きます。言っていいの。でまだダメ、内緒にしてて。でもあれ変えてどんぐらいだっけ。いつ買った？最近買ったよね、あれね。うん、1学期。うん、シャカシャカ。1学期だった。最初だった？シャカシャカって、私以外がシャカシャカで。そう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 。あれ、いやその前にだってさ、せっちゃんがさポケモンのやつ。ポケモンじゃない。それ1年生の時。ピカチュウ、ピカチュウ。カマチがついてた。うん。あれって。あれピアノ。ありえるの。もうだったっけ。もう短かったけど、また筆箱を交換するためにイオンに買いに行きたいと思います。皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ、ゲットのためらしきね。バイバイ。新学期の筆箱の中身を探しに行くぞ。筆箱もか、もう文房具を買いに行きます。バイバイ。